赤月型駆逐艦は、大日本帝国海軍の駆逐艦の緩急。第2期拡張計画に基づき、明治30年度計画で、イギリスのヤーロー社に2隻が発注され、1901年より順次に収益した。基本的に第1期拡張計画で建造された、雷型の紹介性型となっており、平ら関半型の船型と艦取の拮行型形態も、 同様である。第1期拡張計画での建造艦は、いずれも妥当が水面上に露出する半釣り間としていたが、これでは敵弾などで破壊される恐れがあることから、本型では釣り間に改正された。これに伴い、排水量はわずかに増大し、また石炭搭載量も減少している。ボイラーは、ヤーロ郎ー式の石炭浅章式水管ボイラーで、蒸気清浄は、 圧力1 7 6キログラムフォース、平方センチメートル、飽和温度であった。主機関は3段膨張4、気筒レシプロ蒸気機関とされた。いずれも雷型と同構成だが、多くの点で改良が施されている。並装は、雷型と同様、原型となったイギリス駆逐艦の構成が踏襲されており、艦報としては40口径センチ7 6トル砲一門と、 40口径5.7センチメートル砲5門が搭載されたただし本級より装備容量が変更されており40口径7.6センチメートル砲は司令塔上40口径5.7センチメートル砲は上甲板後端に1門と両下に2門ずつが設置されたまた後に篠野目型などと同様 司令塔上の 5.7cm 砲を 7.6cm 砲に乾燥するとともに、原則の 5.7cm 砲も砲立てなしの山内式に乾燥された。魚雷については、従来と同様、上パ板後部の中心線上に2個の旋回台を設け、これに人力旋回式の 45cm 魚雷発射管を1問ずつ設置した。ありがとうございます。